逃げられねえですね。ですよ。目指して。私はガラクタでも集めましょうかね。
気を引き締めましょう。手加減はしないわ。食らいなさい。
せします。目指して
水が干上がり涙が枯れてもメルサンディ村が滅びぬ限り私の恨みは止まらない。永遠の夜とともに魔女グレイツェル参りました。私の弱点が鶏だって思ったみたいね。そういえば前に鶏の声を聞いて逃げたことがあったかしら。残念、逃げたのは朝の光が苦手だから。でも今は魔法で黒い雲を呼んでるし、弱点でも何でもないのだけど。ねえ旅人さん、あなたもパンになっちゃう？パンのように焼き上がるのはてめえの方だぜ。俺に何の恨みがあるか知らねえが、これ以上村に手を出すな。あら、会いたかったわ、ザンクローネ。あんたは俺の体をバラバラにした上、その体を使って俺の村を襲いやがった。怒りで腹綿が焦げそうだぜ。いやね、自分の罪を棚にあげて私を責めるなんて、ほんと身も心もちっちゃい男。罪だと？あなたの罪のせいでメルサンディ村は滅んじゃうのよ。大した英雄さんね。また会いに来てね、ザンクローネ。何度でも会いに来て。その時こそあなたの大切なものを何もかもぐっちゃぐちゃにしてあげる。さあ坊や、お家に帰って滅びの恐怖を伝えてくれるかしら。
何もできてないのは私だ。偽と真、両方のメルサンディ村。私は勇者なのに、どちらも救えていない。せめて病気のアイリさんに希望を見せてあげたい。お願い、みんな力を貸して、私が勇者になれるように。Thank you.
なりました。